こんにちは、デリッシュキッチンです。豆苗えのきベーコンを作ります。豆苗1パックは根元を切り落とし 2,3 等分に切ります。えのき1袋は根元を切り落としほぐしましょう。ベーコン5枚は長さを半分に切ります。耐熱皿にクッキングシートを敷き、えのきをのせ、豆苗をのせ、ベーコンをのせます。酒大さじ1を回しかけ、塩コショウ少々しましょう。クッキングシートの上下の角を合わせて三つ折りにし、両端をキャンディーのようにねじって留めます。600ワットのレンジで2分30秒ほど加熱しましょう。バターをのせ、胡椒を振り、ポン酢を回しかけて完成です。食欲そそる一品です。